はい、どうも、ゆっきーです。最近、カクテルの、番組、まあ、ドラマですね。まどろみバーメイドという、まあ、ドラマがあるんですが、それがですね、まあ、非常に、まあ、人気なのか、多分人気だとは思うんですけど、それによって、その、原作の、漫画、カクテルバーメイドの、まあ、そうですね、漫画なんですけど、それがまあ非常に、まあ売れているということで、まあ、プロのバーテンダーの人は当然、まあ参考にはならないと思うんですけど、まあ俺は昔からバーのそのカクテルをまあ自作していろいろ飲んでったので、まあ、まあ、個人的にはおすすめする商品を Amazon の方からね、選んで、僕がよく使っているものを紹介したいと思います。まずは個人的に一番重要なのが、この、メジャーカップですね。これはもう何年使ってるか、もう10年ぐらい使ってるんですけど、これはね、非常に重要なんです。で、大半の、メジャーカップっていうのは、メモリがついてないんですよ。だがしかしこれはですね、はい、こちらに、線が、2つ入ってます。で、こっちの小さい方にも、線が2つ入ってるんです。で、こっちの小さい方は 30cc。で、1メモリの ところが 10cc。で、20cc。で、30cc と。すり切り1杯で、30cc。なってまして、こっちが、15、15、45です。15、15、15の、15の、15、30、45なんです。うん。で、これが非常に重要でですね。基本的にカクテルだとですね、15の単位しかほぼ使いません。ほぼ間違いなく、使えません。うん。15か30か45、ここら辺がほぼほぼ、それをリキュールで、ま、測るときに、絶対、15の単位でしか使わないんです。なので、基本的には、まあ、こっちだと10、10、10で測れるんで、まあ、10の時が、まあ、そんなにないと思うんですけど、基本はやっぱ30とか45とかになるんです。なんで、このメモリがあることによって非常にわかりやすい。で、なおかつ、こう大体、こう、左手で、こう挟んで、まあ、こうやって、ここに入れて、で、こうやるんですけど、この細さなんですよ。重要なのが。ここのスリムさなんです。この直径ですよね。直径。で、俺が最近買って失敗した商品がこちらです。はい。こちらですね。はい。これはですね、直径があまりにもでかすぎると。この通り。でかい。で、しかも、全部一色たね、これ、もう、裏がないんで、こう、反対側がないんで、これ全部、これで測れるんですけど、ここの上の部分だけで全部測れるんです。で、ちなみに、15cc と 20cc、そして 30cc、45cc、60cc、75cc と、なってます。じゃあ、こっち買った方がよくねって思うの。まあ、俺はそう思って、ぶっちゃけ、思って買ったんです、これ。値段1000円ぐらいだったかな。Amazon で。で、実際に、使ってみたところですね。こちら。これがですね、1TBSP という意味不明な単語。まあ、これアメリカとか外国で使われている単位なんです。で、あとこのオンス。OZ って書いてオンスです。で、これもあって、で、最後にこのミリリットル表記。もう3つがあるんですよ。
なので、オンスなんて使わない。で、なんだっけ、ワンティースプーンだっけ、ワンなんとかスプーンっていう単位なんですけど、まあ、簡単に言えば大さじ1杯なんです。の単位なんです。で、大さじ1杯イコール 15cc なんてのは誰でもわかるんです。誰でも、バカでもわかるんですよ。で、それをわざわざ日本の会社が、日本で作ってるのに、わざわざオンスとか意味不明な単位をつけてる。しかもオンス自体もうおかしい。まあ、これはもう、レビューで俺一つ星これつけましたんで、それ、参考に、なればと思います。で、これの最大のミスが、この太さ、さっきも言いました、太さなんです。で、実際に測ってみて量をね、0.1g まで測れる、タニタの軽量、測りで測ったんですよ。そうするとですね、やっぱ誤差が結構あるんです。うん。それは直径が太いからなんです。だから目分量で入れても結構な誤差が出るんです。うん。なので、だから、そうですね、ストロー。まあ、細いストローと太いストローありますよね。じゃあ目分量でこう入れて、じゃあどっちが誤差出ないかって当たり前なんですよ。細い方なんです。それが道理です。だから、こんな太いやつはですね、適当に、ここはこれだろうなーつって、こう入れるじゃん。実際測りました。あのね、2cc ぐらい違うんですよ。うん。この 15cc とか 20cc。で、こう 30cc。まあ、大体使うのが、15、30、45なんです。で、45測ったら、大体2。2cc か 3cc ぐらい違ってきます。違ってくるんですよ。2cc、3cc ってたかだかそんなもんだろうって思う人いるとは思うんですけど、アルコール度数40度とか普通に使うんですよ。それなので、2cc、3cc 違うとだいぶ誤差が出てくるんです。かなりの。特に、ショートカクテルと言われる、例えば、ジンライムとか、ああいったやつ。うん。誤差が出てくるんですよ。だからこんなのクソだってことです。はっきり言って。なので、こちらがちなみに Amazon だと、まあ、下の、詳細の方にこれ書いときますけども、値段が2000円します。うん。まあ2000円でも個人的にはもうずっと使ってるんで、10年ぐらい使ってるんですけど、非常にいい。うん。で、大体俺下手くそなんで、満タンまでこう入れると、満タンまで入れるとですね、こうやって持った時にブレてこぼれるんです。で、だからこそ大体 45cc 測りたい時には、まず 30cc を測って、ここまで入れて、で、バッて入れて、で、次に 15cc のとこまで入れて、入って。これ2回俺をやるんです。下手くそな。うん。だけれども、しっかり測れる。っていうのは間違いないんです。うん。で、そして、次にやっぱ重要なのが、このシェーカーです。シェーカーです。まあ、こちら URL 貼っときますけど、3180円でですね、5点セット、初心者の方に5点セットで3180円ってなってるんです。で、俺それ買ったんですよ。うん。で、まあ、やはりかなり重要なこのシェーカー。これがですね、安物とか、クソ商品とか中国のあれだと、ひどいんです。これをこう閉めて、ね。で、この蓋をしたときに、ここの蓋の締まりがですね、ガバガバのやつがある。そうすると振ってるときに、漏れるんです。こっから漏れて、こっからも漏れたりする。
なので、ここの、本当に、これは、かなり、シェーカーは、本当に値段じゃないんですよ。だから安くても、1000円ぐらいでも、そこら辺、ここら辺のしっかり漏れないやつもあれば、3000円だとね、漏れる場合とかもあるんです。これ前、やらかしましたね。中国から来た、シェーカーがもうゴミカスで、ここ思いっきりですね、ぐーって最大まで俺が力を振り絞って、こう、ぐーって押したのに、もう、ほぼ力入れてない状態で、スポッて取れるんです。それが中華クオリティ。ね。で、あとは、まあ、この5000セットってなってて、まあ、これトングですよ。氷を掴むトング。まあ、これ俺はほぼ使ったことないです。で、これストレーナー。まあ、これもほぼ使わないです。まあ、俺はほぼ使わないです。めんどくさい。ぶっちゃけ。マティーニとかでも普通に違う、そうですね。マティーニとかでも、普通に、ロックグラスに入れて、適当にステアして、出来上がりっていう、作り方してるんで、まあ、そんな、ぶっちゃけこんなの使わないです。で、あと、ミキシンググラス。まあ、マティーニ作る場合だと、ミキシンググラスっていうの 500cc のグラスがあるんですけど、まあ、あれは、まあ、別途で、まあ、2000円ぐらいで買った方がいいとは思います。うん。まあ、しっかりしたやつをね。うん。ただ、基本的にバーテンダーでも、プロのバーテンダーでもないんで、普通に宅飲みですよ。なんで、そんな大した、もんじゃなくても別にいいんですよ。1000円ぐらいで売ってるやつ。たかだか、ミキシンググラスって名前ついてますけど、ただのあれ、普通のグラスですかね。500cc のグラスですかね。まあ、あれは多分、1000円か2000円ぐらいで普通に売ってるんで。あれはもうどう見てももう、どこ選んでも多分変わんないと思います。で、この、バーセットの5点のセットなんですけど、ここが問題で、この、これ。このメジャーカップ。この、Amazon の、この5点セットにですね、入ってるんですけど、これなんと、ここのすり切り1杯が 50cc なんです。で、中には全く、そうですね、一切、線とかもついてないと。で、満タンで 50cc なんです。50cc なんでね、カクテルでね、一回も使ったことないです。うん、50cc なんて 100% 使わないですよ。カクテルやってて。うん、これも俺の体験だから言っても 100% 使わないです。で、こっちが確か、30cc だったかな。まあ、30cc はまあ使うとしてもですよ。うん、こっち 50cc でよ。しかもこれ、プロも使われてるとかってなんか、歌ってるんですけど。意味がわかんない。こんなん使うやつプロいないですよ。バカです。それプロじゃないですよ。こっち30、下が30でこっち50なんです。50なんて使わないんで、基本45か30しか使わないんで、どこが45だかわからないんで、こんなん使い物なんです。だから別途こういうやつ、しっかりしたやつを買った方がいい。ってことです。そして最後に、これバースプーンですね。まあマドラーです。マドラーなんてぶっちゃけどれでもいいんですよ。一応長いやつと、長いやつこれが多分ね、32センチぐらいなんです。うん、と、まあ短いやつ。これはだいたい25センチぐらいだった。まあ、これは基本的にこの、付属のやつで付いてるんで、これが付いてるんですよ。付属のやつこれなんですけど、もうこれあれば多分、問題ないです。で、そうですね。このね、バースプーンは、この長い方はですね、32センチの方は、プロの人が使ってるらしいんです。でも、長いとやっぱり、初心者だと、
まあ、俺もなんですけど、すごい操作しづらい、重い重量感もちょっとある。まあ、なんで、この25センチのやつを、これ付属してくるんで、これで全然何の問題もないです。うん、問題なし。問題なし。で、これは、一応、俺が、昔から使ってるやつなんですけど、これが、どうやったっけな。つばめ三条の、新潟のね、そこの確か、バースプーンなんですけど。まあ、違うところと言ったらですね、このバースプーンの、くぼみの部分です。で、そうですね。カクテル作るときに、ティースプーンっていう、ワンティースプーンっていう、単位が出てくるんですけど、これなんです。これティースプーンなんで、これワン、これ一杯ってことなんです。で、付属してくるやつは、ちょっと平らなんですよ。こんな感じ。で、俺が持ってるやつは、まあ、かなり歪曲してるんで、明らかに量が違うんですけど、まあでも、そこまでこだわるんだったら、まあ、まあ、本当に、だからどっちが、本当のワンティースプーンなのかわかんないですけど、少なくともですね、この付属のやつは、もう平べったすぎるんで、これワンティースプーンじゃなくて、半ティースプーンぐらいですね。二分の一ティースプーンぐらいなんですよ、これが。だから、まあ、しっかりしたやつ買いたいんだったら、これ。これも URL に、貼っときます。で、こちらの、でかい方、まあ、長い方も使いたいっていうんだったら、そちらに URL 貼っときます。これ大体値段が、ちっちゃいやつでも、大きいやつでも、大体、500円から1000円の以内です。うん。それで全く問題ないです。うん。ということです。はい。だからその5点セットがあれば、まあ基本的にはでき、OK なんですけど、やっぱり、もうこのメジャーカップがゴミカスなんで、もう絶対使わないです。だからこの初心者の方はやっぱりこの線が入っているのがすごい重要なんです。プロのバーテンダーの人だったら、そもそもメジャーカップなんてこの使わないで、自分で目分量で入れると、もうぴったり、ぴったり合うんですよ。目分量でシャーって入れて、はいって。それの感覚でもうわかるんで、こんなん大体そもそも、使わないんですよ。ガチ勢だったら。ガチのプロの人だったら、そもそもバカなんて、ね、メジャーカップなんて使わないんですよ。だけどやっぱ初心者の、まあ俺も、ね、タグ飲みで、作りてっていう人だったらやっぱり、どれぐらいかわかんないじゃないですか。だから目分量でもちゃんと線が入ってるやつを買った方が僕はいいとは思います。うん、まあ、ということで、すごい面白い、漫画ね、漫画の方を見たんですけど、今一応アマゾンの、まあ俺プライム会員なんですけど、1巻と2巻の、触りぐらいまでは、無料で、見れるんで。で、一巻全部見たんですけど、すげえ面白いっていうか、ほとんど俺が、知らない名前のカクテルしか出てこないんですよ。うん。俺もすごい、いろいろ、ここに酒とか、リキュールあるんですけど、めっちゃあるんですけど、はっきり言って作ったことがないような、どころか、聞いたことすらない、カクテルの名前とか、すげえ出てくるんですよ。だから、いや、すげえなと、思いました。本当に。やっぱ、すごいなって、本当に。だから、これ書いてる人も相当、熟知してるんですよね。当たり前なんですけど。圧倒的に、もう俺の知識なんてもう、赤子同然レベルの。ね、ものだっていうのを、本当に身に染みましたね。
まあ、俺は、バーテンダーにはなるつもりはないですし。でも、ないっつったって、すごいかっこいいじゃないですか、やっぱり。俺もバーとか、ハブバーとか、たまに行くんで。で、やっぱね、見てると、やっぱかっけえなって、思いますよ、まあ。ということで。で、皆さん、まあ、僕が一応おすすめするのは、10年以上、10年ぐらい使ってる。こちらとこちらも 10年ぐらい使ってますか。うん。で、まあ、このシェイカーはですね、一応持ってたんですけど、引っ越しの際にどっか行ったのか、ちょっと紛失した。紛失したんで、まあ、3000円のやつで、まあ、5点セットつって、買ってみたわけです。うん、まあ、ということで、皆さん、カクテル、ね、かっこいいじゃないですか。自分でも作りたいじゃないですか。ね。ぜひ作ってみてください。面白いです。カクテル。ね。それではご視聴ありがとうございました。